あ、そうそう。どうしたらいいんだろう。今のみんなの生き方には意味がないんです。私たちはいかにして、ある幻想を追い求めながら一生を過ごしているのでしょうか。この世界は何ですか？変えられますか？こんにちは、みゆき。はい、できます。でも、どうやって？まあ、単純に。週に4日、1日4時間だけ出勤しませんか？あなたの生活費を給料の 10% 以下にしたいですか？広々とした大きなマンションに住んでみませんか？しかも、1人当たり60平方メートルということです。つまり、2人暮らしで120平方メートルのアパート、想像できますか？いや、それも可能なのか？はい、それは可能です。それはフリーエネルギーとロボット化をしているからです。各家に今でもロボット化の話はありますが、今の消費者システムでは、職を失えば金も住まいもありません。そして実際、世界中の人々が自分たちでこの取り組みを考え、人々自身もこのような変化を起こすために、自分たちの役割を果たさなければならないのです。真面目な話、このプロジェクトの詳しい情報はどこにありますか？簡単にインターネットで。クリエイティブな社会です。どうもありがとう。